はい、よろしくお願いいたします。それでは今回は週間棋戦速報をやっていきたいと思います。まず早速 NHK 杯から見ていきます。こちらは永瀬二冠、斉藤七段、稲葉八段、丸山九段、そして野月八段、深浦九段、行方九段、木村葵がベスト8に進出していたんですが、この度先週の対局で深浦九段対野月八段の将棋で深浦九段が勝ったため、これで深浦九段がベスト4ということになりました。左の山見ても丸山九段勝ち残ってますし、そして、右の山も次は行方九段対木村葵で準々決勝ということで、まあ、また2年連続で40代棋士がこの早出しの NHK 杯を制すということもあるということで、まあ、本当に楽しみですね。まあ、左の山から永瀬二冠や斉藤七段、そして稲葉八段も勝ち上がってますんで、まあ、レーティング的に言うと永瀬二冠がやっぱ一番本命ということにはなるんですが、まあ、ぜひ、40代棋士の意地を見たいなと個人的には思っております。ということで続きまして、叡王戦は渡辺三冠が勝決三番勝負、そして、豊島竜王名人が勝決三番勝負ということで、現在三番勝負が行われておりまして、両者譲らず一勝一敗のタイということになっております。ということで続きまして、朝日杯見ていきたいと思います。こちらは藤井七段が3連覇なるかということで注目されたんですが、千田七段が藤井七段を準決勝で鮮やかに破って、そしてその勢いで決勝戦でも永瀬二冠を倒して優勝ということになりました。千田七段の勢いが本当にすごかったですね。ということで続きまして、竜王戦3組、藤井七段のいる竜王戦3組見ていきたいと思います。初戦で畠山八段に勝った藤井七段は次に高橋九段との対局ということになりました。まあ、レーティング勝率だけ見ると 90% 以上ある相手ではあるんですが、高橋九段は初戦で増田六段を破ってますんで、まあ本当にその実力は未知数ですね。まあ昔はタイトルを取ったこともある非常に強い先生だったので、まあ今でもその潜在能力は健在だと思いますんで、藤井七段にとっても全く油断のできない相手だと思います。そして藤井七段にとっては上の山に朝日杯で敗れた千田七段がいるということで、もしお互いが勝てばまた準々決勝で当たるということで、そちらも注目ですね。続きまして、竜王戦1組見ていきたいと思います。こちらは先日の対局で、佐藤九段が木村葵を下して1回戦突破ということになりました。1回戦突破は佐藤七段、山崎八段、久保九段、永瀬二冠、佐藤天彦九段、稲葉八段、羽生九段、そして佐藤康光九段が突破ということですね。ということで続きまして、はい、続きまして個人成績部門見ていきたいと思います。こちらは対局数が1位佐々木大地五段59局、2位の豊島竜王名人と藤井七段に7局差をつける独走状態となっております。そして4位が本田五段と増田六段、あ、ごめんなさい、4位が本田五段49局、6位が増田六段と大橋六段48局、7位が渡辺三冠46局ですね。渡辺三冠は現在タイトル戦ラッシュがあるということで、まあもしかしたらトップに近い数字まで伸ばしてくる可能性も十分あります。で、8位が永瀬二冠、羽生九段、そして高野五段ですね。44局並んでおります。で、勝ち数ランキングの方は、藤井七段が41局、そして佐々木五段が41局で並んでトップということになりました。で、3位の渡辺三冠は現在36勝なんですが、まあ、先ほど言ったように、タイトル戦が控えてますんで、タイトル戦現在進行形ですので、そこで勝ち数増やしてトップになるということは十分考えられます。で、4位が豊島竜王名人と大橋六段35局。で、6位が本田五段と永瀬二冠33局。そして8位が高野五段、増田六段31局。いずれも並んでおります。で、10位が千田七段ですね。朝日杯の優勝が大きく貢献して、10位まで浮上してまいりました。ということで続きまして、勝率ランキング見ていきたいと思います。こちらは藤井七段が先週と変わらずトップなんですが、勝率は残念ながら8割から陥落してしまいました。41勝11敗。まあ、ここから先すべて勝てばまた8割に復帰して、3年連続勝率8割以上っていう夢が十分まだ射程圏内にありますので、ぜひそちら目指して頑張ってほしいなと心から応援しております。で、2位が渡辺三冠。勝率7割8分3厘、36勝10敗ですね。で、3位が永瀬二冠、7割5分33勝10敗と、まあ、ここまで勝率1位から3位まで実力者が占める形になっております。で、4位が
ヘビー級1組復帰を決めた丸山九段、7割3分3厘、22勝8敗。で、5位が、7割2分9厘、35勝13敗の大橋六段。で、6位が、朝日杯優勝で、少し勝率と勝ち数を上げた内田七段、7割1分4厘、25勝10敗となっております。で、7位が高野五段、7割0分5厘、31勝13敗。で、8位が佐々木五段、6割9分5厘、41勝18敗で、まあ、7割目前というところですね。で、9位は YouTube もやっていらっしゃる村中七段で、6割8分6厘、24勝11敗。で、順位も近藤六段で、6割8分6厘、24勝11敗と、村中七段と同じ成績ということになっております。はい、ということで続きまして、大井リーグ見ていきたいと思います。こちらは、開幕戦で稲葉八段が安倍七段に勝って、見事に勝利を飾りました。2月18日には、羽生九段対藤井七段の注目の対局も予定されております。まあ、こちら本当に、勝った方が一気に挑戦、この白組優勝に近づく大一番だと思います。そして赤組の方も日程決まりました。2月20日、豊島竜王名人対本田五段戦ですね。まあ、本田五段は赤組でも優勝候補入ると思うので、本当にこの1回戦の豊島竜王名人対本田五段というのはかなりの大勝負になるんじゃないかなと思っております。そして2月22日、永瀬二冠対鈴木九段戦も組まれております。まあ、鈴木九段は永瀬二冠の師匠的存在で、まあ、かつてはかなりの番数、永瀬二冠が鈴木九段に教わっていたというエピソードもございます。まあ、互いに手の内を知り尽くした相手ということで、まあ、レーティング差以上のかなり僅差の将棋になるんじゃないかなと予想しております。ということで続きまして、C 級1組順位戦見ていきたいと思います。こちらは藤井七段が9勝0敗で9連勝、見事に B 級2組昇級を1位で確定させました。10回戦は3月3日に真田八段戦が行われます。で、問題はもう一つの昇級枠ですね。8勝1敗で3名並んでおりまして、まあ、佐々木七段、及川六段、そして石井五段。で、佐々木七段は3月3日、宮田七段に勝てば、そのまま昇級決定。まあ、ただ、宮田七段、非常に難敵ですので、一筋縄ではいかない相手となっております。で、もし佐々木七段が敗れて32位の及川六段が勝ちますと、まあ、及川六段が逆転昇級となるんですが、及川六段の相手も高崎六段と非常に難敵となっておりますので、もしかしたら、石井五段が大逆転昇級という可能性もあるかなと思っております。ということで続きまして、藤井七段の対局予定まとめやっていきたいと思います。こちらは、2月11日に朝日杯準決勝で千田七段に惜しくも敗れて、3連覇逃してしまったんですが、まあ、2月18日の大井リーグ、羽生九段戦でまた復活してほしいなと思っております。ただ個人的には羽生九段のタイトル通算100期っていうのもすごく見たいし、まあ、どっちかというと、年齢的にもちょっと羽生九段はもう残されたチャンスが少ないので、まあ、どっちかというと羽生九段応援してしまっている自分もいるんですが、やっぱり最年少タイトルも見たいので、複雑な気持ちですね。相手が羽生九段以外だったら、全力で藤井七段応援するんですが、はい、ということで次3月3日 C 級1組順位戦、真田八段戦、まあ、こちら昇華時代ではありますが、まあ、ぜひ10連勝で綺麗な昇級を決めてほしいなと思っております。そして3月3日銀河戦、出口四段対高野六段の勝者との対局組まれております。そして第68期王座戦二次予選、安倍八段との対局、こちら日程未定ですが確定しております。で、王位戦挑戦者決定リーグ1回戦、羽生九段戦は、こちらも確定ですね。こちら、2月18日に確定ということで、消去させていただきます。はい、ということで続きまして、竜王戦3組、高橋九段戦。そして王位戦挑戦者決定リーグ、羽生九段以外の対戦相手は、上村五段、菅井八段、稲葉八段、安倍七段ということになっております。棋聖戦、予選では、出口の四段との対局組まれております。そして棋聖戦決勝トーナメントでは相手がまだ未定ですが、まあ、着々と相手候補が、予選通過の相手とかいろいろ決まっているという段階ですね。続きまして降りた馬の編入試験の現在の様子見ていきたいと思います。現在2勝1敗でプロ編入に王手をかけた降りた馬ですが、まあ、第4戦は現在棋王に挑戦中の本田五段との対局ということになっております。まあ、本田五段からすると
現在はタイトル戦に全集中で、まあ、ちょっとね、プロ編入試験なんてって思うかもしれないんですが、やはりそこはプロですから、対局になれば気持ちを切り替えて全力で降りた球を阻止する、阻止しに来るんじゃないかなと思っております。まあ、ご覧の通り、レーティングが5人の試験官の中で1人だけ突出しておりまして、まあ、かなり厳しい戦いは強いられると思うんですが、まあ、ぜひ、勝って3勝1敗でプロ編入決めてほしいなと思っております。まあ、また万が一敗れてしまった場合でも、第5戦の3月中に行われます、池永四段との対局に勝てば3勝2敗で晴れてプロ入りということで、ぜひ、本当に心から応援しております。まあ、ということで続きまして、三段リーグ見ていきたいと思います。こちらは、先々週まで2位につけていた西山三段が4位まで後退してしまったんですが、まあ、まだ残り4局全勝でいけば十分逆転昇級チャンスあると思います。次回は2月16日に対局行いますので、そちらの情報も漏らさないようにお伝えしていければいいなと思っております。はい、ということで続きまして女流棋戦概要を見ていきたいと思います。こちらは、里見名人が谷口挑戦者を退けて、これで11連覇達成ということになりました。本当に、もう圧倒的な強さですね。続きまして、A 級順位戦見ていきたいと思います。こちらは、渡辺三冠の挑戦が早々と決まっていたんですが、まあ、残りの、残留者が誰になるか、まあ、後継者が誰になるかっていうところが非常に、皆さんにとっては注目ポイントだったんじゃないかなと思います。一人目の高級者は久保九段に決定 してしまいました。でもう一人なんですが、これまた難しいですね。佐藤天彦九段、糸谷八段、そして木村葵が残留をかけて最終戦を争うと、そういう形になっております。木村葵は自身が勝って、佐藤天彦九段か糸谷八段、どちらかが敗れれば残留と。糸谷八段は自分が勝つか、自分が勝てば残留確定、あと、自分がもし負けても、木村九段が敗れれば、順位の差で、残留が決まるという形になっております。そして佐藤九段は、自身が敗れて、なおかつ、糸谷八段と木村葵が勝つという状況以外は残留で一番有利な状況ということになっております。ということで続きまして、B 級1組順位戦見ていきたいと思います。こちらは、菅井八段が昇級を決めていたんですが、12回戦で千田七段に勝って、11勝0敗で今季の日程を終えました。本当に素晴らしい成績ですね。1位での昇級が確定しております。で、2位が問題だったんですが、斉藤八段が阿久津八段に勝ち、そして、行方九段、千田七段、深浦九段と競争相手が揃って敗れるという、本当にだいぶ確率の低い奇跡が起こったために、12回戦で斉藤八段がそのまま昇級を決めるということになりました。これで昇級枠が菅井八段と斉藤八段で確定。で、その他昇級争いをしていた先生方は全員残留ということになりました。で、後級の方なんですが、すでに谷川九段が2勝9敗で1枠確定しているんですが、山崎八段と畠山八段が最終戦で残留をかけて争うということになりました。山崎八段は最終戦、屋敷九段。そして、畠山八段は最終戦、松尾八段戦ですね。山崎八段は勝てば残留決定。畠山八段は自身が松尾八段に勝って、そして山崎八段が敗れた時のみ残留ということになります。ということで続きまして、B 級2組見ていきたいと思います。こちらは、8勝1敗の丸山九段が昇級を確定させております。でもう一枠なんですが、最終戦3月11日に、横山七段と近藤六段が昇級をかけて、それぞれ北浜八段と中田八段と対戦するということになりました。横山七段は北浜八段に勝てばそのまま昇級。ただ難敵なんでどう転ぶか難しいですね。近藤六段は中田八段に勝ってキャンセル待ちということになっております。ということで続きまして C 級2組見ていきたいと思います。じゃあ9勝0敗の高見七段が1局残して昇級を確定させました。で、こちら昇級枠3名なので、1敗の三枚堂七段、小森四段、牧野五段、そして2敗の、佐々木五段、大橋六段、そして西田四段あたりまでが、チャンス、ごめんなさい、佐々木五段と西田四段までが、チャンスありという格好になっております。
おそらく1敗勢から、ね、昇級者2名決まるかなという感じはするんですが、まあ、どう転ぶかわからないですね。ということで続きまして、八大棋戦概要を見ていきたいと思います。こちら、まず、永瀬王座の待つ王座戦は一次予選進行中でございます。そして、叡王戦は、渡辺三冠対豊島竜王名人の長決、1勝1敗のタイで2月24日に最終決戦にもつれ込むことになりました。で、大井リーグは先ほど見た通りで、王将戦は現在渡辺王将対広瀬挑戦者1勝1敗のタイでございます。棋王戦は、渡辺棋王に本田五段が挑戦してまして、渡辺棋王が先勝、第2局2月16日に行われるという格好になっております。そして棋聖戦は藤井七段が決勝トーナメントに進出ということで、最年少タイトル挑戦なるかどうか、まあ、注目して見ていきたいなと思っております。竜王戦は、竜王戦1組そして竜王戦3組先ほど見た通りという状況になってまして、で来週の主な対局は2月16日棋王戦第2局渡辺棋王対本田挑戦者、そして2月16日同じく NHK 杯、勝てばベスト4永瀬二冠対斉藤七段戦、そして2月18日は大井リーグ羽生九段対藤井七段の注目の対局が行われます。で2月20日と21日は王将戦第3局渡辺三冠対広瀬八段、そして2月20日は大井リーグ豊島名人対本田五段戦が行われます。でそして2月25日は織田アマ対本田五段のプロ編入試験第4局が行われるという格好になっております。こちらはまあ、来週ではなく再来週の対局なんですが、もう本当に間もなくという状況ですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。